プロデューサー、お誕生日おめでとうございます。いつも私たちのサポート役に徹してくれてますけど、こういう時はあなたが主役ですからね。何かしてほしいこととかあります？あ、事務処理の手伝いとかは受け付けてませんので、あしからず